シルベスター・ガーデンツィオ・スタローンは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、映画プロデューサー、脚本家。身長177センチメートル。1970年代から2010年代のアクション映画を代表するスター。アカデミー賞には俳優として2度、脚本家として1度ノミネートされている。70歳を超えてなお、鍛え上げた肉体で激しいアクションをこなす映画俳優である。左利き。代表作はロッキーシリーズとランボーシリーズ。ニューヨークマンハッタン区のヘルズキッチン地区出身。父はシチリアにルーツを持つイタリア系アメリカ人の美容師、フランク・スタローン SR。母はロシア系ユダヤ人及びフランス系アメリカ人で元ダンサー、占星術師として著名なジャッキー・スタローン。弟のフランク・スタローンは歌手兼俳優として兄の主演。監督映画数作に配役で出演、または主題歌、挿入歌を提供している。一人目の妻との間に生まれた長男のセイジ・スタローンも映画監督、脚本家、俳優として父と同じ道を歩むが2012年心臓発作により急逝した。出産時に3回が鉗子の扱いを誤り、顔面の左側の神経が傷つけられたため、言語障害と下唇の下垂という症状が残った。このことは少年期のスタローンを内向的にさせ、空想や漫画、特に映画へ興味を向けさせた。崩れた容姿と脆弱な性格から常にいじめの対象となっていた。このトラウマは現在も残る。9歳の時に両親が離婚したことをきっかけに次第に素行不良になる。小学校から高等学校修了までに14の学校から放校処分を受け、母親の経営するボクシングジムで体を鍛えながらも荒れた生活を続けた。当初はボクシングジムに見向きもしなかったが、この頃に鑑賞した映画、ヘラクレスの主演スティーブ・リーブスの影響により、自ら体を鍛え始めるようになったという。高校卒業後は美容師学校へ進んだが中退し、レザンにあるアメリカンスクール・オブ・スウィツァランドに体育奨学金を得て入学し演劇を学んだ。アメリカに戻りマイアミ大学の演劇学部に3年間在籍したが脚本家を志すため中退した。23歳でニューヨークに戻り本格的に俳優を志した。最終的にロッキーの脚本を卒業論文としてマイアミ大学で学士を取得卒業。スタローンが初主演した映画は1970年のソフトコアポルノ映画ザ・パーティー・アット・キティ&スタッド・エスである。当時は極度の困窮生活で出演はやむにやまれぬ事情だったとスタローンは述べている。同じく1970年にはノープレイス・ツー・ハイドという映画に主演した。1971年にはオフブロードウェイの小劇場でスコアというアダルト劇の舞台に立っている。このように、ポルノ映画への出演や、ボディーガードなどをこなして、日銭を稼ぐ、極貧生活が長く続いた。顔面麻痺による演技力の限界や、あまりにも典型的なシチリア人の風貌のため54回のオーディションに落ちた。1974年に出演した、ブルックリンの青春での演技が何人かの評論家の目に留まり、スタローンは妻と愛犬を伴って、ハリウッドへ移った。1975年にはデスレース2000年に準主役として出演した。ロッキーの銅像1975年29歳の時、感染したボクシングの世界ヘビー級タイトルマッチ、モハメド・アリ対チャック・ウェップナーの試合に感銘を受け、それをヒントにわずか3日で書き上げた脚本を持って映画会社に売り込む。この作品がロッキーである。低予算の B 級扱いとなり、わずかな上映館でのスタートとなったが、徐々に評判を呼ぶことになり、世界的規模で大ヒットした。映画の主人公の境遇とスタローン自身のそれが、すさんだ生活から一夜にして、栄光をつかむという古典的なまでのアメリカンドリームを体現した点で共通していることから、大変な話題を呼び、多くの人間に希望を与えた功績が評価された。ランボー3、怒りのアフガンのプロモーションその後、パラダイスアレイで監督業にも進出。しかし、様々なジャンルに挑戦し続けるが、ロッキーシリーズ以外は興行的に成功することがほとんどない状態が続く。1982年のランボーでようやくロッキー・バルボア以外の役をヒットさせることに成功。以降、ランボーはロッキーと並ぶスタローンの代表作となった。その後は1993年のクリフハンガーなど常に鍛え上げた肉体を駆使した作品でアメリカを代表するアクション俳優となる。2006年シリーズ16年ぶりの新作となるロッキー・ザ・ファイナルが公開され、2008年には20年ぶりの新作となるランボー最後の戦場が公開された。2007年の2月にロッキー・ザ・ファイナルの宣伝でオーストラリアを訪れた際、シドニー空港にて手荷物の中にオーストラリアでは禁止されているステロイドが発見され、起訴された。5月15日に行われた審理では代理人が起訴事実を認めたが、スタローンは出廷をしなかった。21日、$2,500の罰金を科す判決が下った。本人は当初、持ち込んだのは成長ホルモンだけだと弁明していたが、やがてはステロイド剤の所持を認めるに至った。しかし、後日になると、あれはテストステロンだ。ステロイドではないと再度弁明を行った。2009年9月12日、ベネツィア国際映画祭にて2010年9月に訪日し、大相撲秋場所を観戦。その際、九十親方に映画出演のオファーを行い話題を呼んだ。また、同年9月28日放送分のNENTV系列、魔女たちの22時や、おしゃれイズムにもゲスト出演している。2010年12月7日、一連のロッキーシリーズのボクシング映画制作などが評価され、国際ボクシング殿堂顕彰者に選出された。2015年に公開された映画、クリードチャンプを継ぐ男で再度ロッキー・バルボアを演じ、その演技が、批評家から絶賛され、2016年の第73回ゴールデングローブ賞では、自身初の助演男優賞を受賞した。俳優としては鍛え上げられた肉体を前面に押し出したアクションが売りである。もともと顔面神経麻痺や言語障害があり、決して表現力に長けているとは言えないものの、役作りに対してはストイックに取り組むことでも知られる。コップランドでは冴えない。中年警官を演じるために、肉体派俳優の生命線である体重を、あえて増量し、ランボーでは、ノースタントで木から飛び降りあばら骨を数箇所、骨折している。スタローンが、監督や脚本まで担当した、ランボー、最後の戦場や、エクスペンダブルズなどの戦場が、舞台になる作品では、人体破壊、肉片が飛び散るなどのゴア表現がかなり見られる。また、素早いカットを多用して、スピード感あふれる演出にすることで戦場での緊迫感を醸し出している。アーノルド・シュワルツェネッガーと共に極限まで肉体を鍛え上げたアクションスターであり、肉体派ヒーローを演じる機会が多い、アーノルド・シュワルツェネッガーと頻繁に比較される。当初は互いに牽制し合っていたが、現在では彼ら自身も良きライバルであり、親友であるという認識を共有している。80年代後半には、著名人が一堂に会す場において撮影された二人が共に収まった写真も、しばしば映画誌などに掲載されていた。現在では互いに映画のイベントや宣伝に出演し合い、誕生日を祝い合うほどの仲である。また1993年公開のラストアクションヒーロー、デモリションマンでは互いに作中で笑いの種にしている。2010年公開の映画、エクスペンダブルズでは一シーンのカメオ出演ながら、初めて両者が共演し、2012年公開の続編、エクスペンダブルズ2では本格的な共演をしているほか、2013年公開の大脱出では、ダブル主演を果たしている。またシュワルツェネッガーがスタントの怪我で入院した際、偶然にもスタローンと一緒の病室であり、スタローンもスタントの怪我で入院していた。ロッキーで共演し、長年の親友であるタリア・シャヤは、実兄であるフランシス・フォード・コッポラに、ゴッドファーザーパート1にスタローンを出演、または監督させる約束を取り付けたが、コッポラがいずれも保護にしたため、両人の間に亀裂が生まれたという。スタローンは計3回の結婚歴があり、次男3女を設けている。下積み生活中の1974年に、サーシャ・チャックと結婚。俳優、映画監督のセージ・スタローンら2人の男児を設けた。あと、1985年に離婚。1985年に、ロッキー4、炎の友情、コブラで共演したブリジット・ニールセンと再婚し1987年に、離婚。現在の妻は女優、モデルのジニファー・フレービン。1996年にカズメを設け、1997年に結婚、さらに次女を設けた。2017年、第74回ゴールデングローブ賞では、長女ソフィア、次女システィーン、三女スカーレットがミスゴールデングローブに選ばれている。幼少の頃から大転し、ミカエルの洗礼名を持つローマカトリックのキリスト信者である。ロッキー・ザ・ファイナル公開の時には、キリスト教原理主義系の番組に出演し、自身の信仰について語った。ランボー、最後の戦場にも、キリスト教の要素を加えたと語っている。熱心な共和党員で、政治的な発言も多い。2008年の大統領選挙では、同党候補ジョン・マケインへの応援活動を行った。また、その影響が自身の作品に色濃く現れることもあった。ドナルド・トランプとは彼が大統領に就任する前からの古い親友であり、俺はドナルド・トランプが好きだ。アーノルド・シュワルツェネッガーやベーブ・ルースのような英雄でも彼らが政治の世界で国を動かせるかどうかはわからないけれどね、と大統領選前に発言している。トランプが主催した2016年の新年前夜、パーティーにも参加し、大統領就任の際には、就任を称えるメッセージを非公式で送っている。2016年には、トランプ大統領側から、全米芸術基金の会長職の打診を受けるも、退役軍人の生活保障の方に関心があるとして、これを辞退した。2018年には、黒人初のヘビー級、ボクシング王者であり、冤罪で服役したジャック・ジョンソンに対する死恩赦をトランプ大統領に打診した。その後、ジョンソンに恩赦が与えられた際には、ホワイトハウスで行われたセレモニーにも出席している。共和党員ではあるが、リベラルな側面を見せることもある。殺傷能力の高い自動小銃などを一般市民が保持することに対しては批判的であり、2013年には猟銃にも使えないし、軍に襲撃されるわけでもないのに、何に使おうというのか、とコメントしている。また民主党のビル・クリントンとは、個人的な親友であり、モニカ・ルインスキー事件ではクリントンを支援、擁護する姿勢を見せている。ゴールデン・ラズベリー賞とは、毎年アカデミー賞受賞式の前夜に、最低の映画を選んで表彰する一種のジョーク賞である。このように1980年代から1990年代初頭までの彼の全盛期、暴力的なランボーシリーズ等の主演に対して批評家から酷評を受け続けていた。しかし、そのような酷評とは相反しヒット作を次々と生み出してきた。加えて、全盛期の主演作の多くが、新興インディペンデントのカロルコピクチャーズやキャノンフィルズ作品であったことも、メジャー寄りの保守的な批評家からの批判を助長させる大きな要因になった。特にカロルコの大作映画はシルベスター・スタローンの主演作以外であっても、その多くがゴールデン・ラズベリー賞の常連作となっていた。しかし、2015年のクリード・チャンプを継ぐ男において名誉挽回賞の候補となり、受賞を果たした。批評家からの視点で映画史的に唯一と言ってもいい高い評価を受けているロッキーの一作目はメジャーの老舗ユナイテッドアーティスツの作品である。ハリウッドウォークオブフェームに星型プレートがあり、グローマンズチャイニーズシアターの入り口前に手形、足形、署名入りのブロックプレートが埋め込まれている。主に担当しているのは以下の3人である。このほか、大塚明夫や銀河万丈、楠木大典なども複数の作品で声を当てており、日本テレビのランボー初回放送版での渡辺謙やスパイキッズ3、D、ゲームオーバーの角田信明など、本職の声優ではない著名人が吹き替えを担当した例もある。ありがとうございます。